始まるよ。Now。これ動く。の日々通信高校のね勉強します。いや今年4年なれるかなれないな。また留学。3年かなまた今年も。じゃあこれから買い物行きます。それじゃあ。はい、こちゃん吉田家番51です。さっきどこだ、大通公園からのドコモショップ経由して、島村寄って今前住んでた近くに来ました。はい、旭山公園です。サッカーボール忘れたなんていうか、今年初の旭山、前住んでたあっち双子山、はあ、天気いいけど暑いね。踊り込みも今暑かったけど、ピンボケしてるね、携帯。大丈夫か。これ生できないんで、1時間とか撮れないんでね。来たよっちゅう証でちょっとね。はい、一面。して、あと双子山もちょっと覗いてみっか。風ちょっと吹いて、そう、あ、すがすがしいんじゃないかな。ちょっとあれ、ツドーム、あ、なるか、お、アップなるか、こっちツドームからの、あそこは駅前、札幌駅、そしてこれプリンスホテル、あ、プリンスじゃねえ、間違った、何ホテルだっけ、プリンスホテルか、違ったかね。テレビ塔とかだ、テレビ塔は、あれはね、一番あっちはね、厚別の100年記念塔、あのポチンとの100年記念塔、去年もね、ちょっと紹介してるかな、ちょっと札幌ドーム、あれはモイア山のなんかお墓、お墓だ。ちょっとピンボケすんな、アップ。島村で買ってしまった、900円も使っちゃったよ、ちょっとそこの鳴門にしたら暑いんでね、あのマント。前来た時あの下の噴水のところ結構いっぱいテント立てて、夏か、また毎年夏になったら、まあそこテントいっぱい立って休んでるんだね、日中。あ、ソフトクリーム食べて帰るわね。ここはね、土曜日になるとね、暴走族来るよ、朝。新聞配達してた頃、結構遭遇したよ。よし、もういいだろう。これで4分、5分だね。じゃあ最初は、
最初は一歩じゃんけんそう。さあ。チャンネル登録こちら、アップロードこちらで